こんにちは、ともこ先生とありさ先生です。今日は感情、ホルモン、水分など様々なバランスをとる名人ゼラニウムについてお話していきます。私たちは AEAJ 認定校の講師をしております。この動画はアロマテラピー初心者におすすめで、アロマテラピー検定にも対応しています。この動画のメリットは分かりやすさと聞き流しできる点です。忙しい方もこの動画なら大丈夫。車の中、電車の中、隙間時間に聞けるので、繰り返し聞くことで頭の中に入ってきますよ。ゼラニウムはこんな植物。ピンクの可愛らしい花をつけますが、精油は葉から取れるんですよ。ゼラニウムはたくさんの種類がありますが、精油が取れるのはわずかの種類です。特に香りの良い種を匂いゼラニウムと言います。17世紀、南アフリカからヨーロッパへ持ち込まれ、フランスのグラースで栽培されるようになりました。19世紀、インド洋でユニオン島に渡り、世界中に広がりました。アフリカ原産なので寒さにはあまり強くありません。手元に精油がある方は嗅いでみてください。葉から取れる精油ですが、花っぽいなと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ローズ精油と共通する成分を含んでいるために、ローズと似ているなって感じる方もいるかもしれませんね。ゼラニウムが貧乏人のバラと言われるゆえんですね。ローズ調のグリーン感のあるフローラルな香りです。ここがポイント。簡単な効能効果についてですが、ゼラニウムはとにかくバランスを取るのが上手な精油です。心と体のバランスを取ることから、体がクタクタなのに働くっていうことがなくなります。感情のバランスを取ることから、怒り、悲しみなど激しい感情を鎮めます。水分バランスを取ることから、水分過剰なむくみの状態を解消し、水分不足のかさつきには潤いを与えます。皮脂バランスを取ることから、皮脂が過剰なオイリースキンには皮脂の分泌を抑え、皮脂が足りない場合は分泌を促します。ホルモンバランスを取ることから、不足する更年期症状にはホルモンを分泌させ、過剰な場合には分泌を抑えます。女性特有の悩み、 PMS 月経前症候群や更年期障害などにもおすすめです。また虫除け作用もあるので、赤ちゃんにも使える安全な虫除けスプレー作りにも用いられます。精油が取れる抽出部位は花や葉などそれぞれですが、同じ抽出部位から取れる精油には共通した作用があると言われています。葉は植物にとって剣、武器です。葉から取れる精油には植物の敵をやっつける効果があります。虫が嫌がる香りを持っていたり、植物を病気にしてしまう菌や真菌から身を守るために、抗菌・抗真菌作用を持っています。ゼラニウムは虫除けスプレー作りの定番精油ですものね。精油はワインが年によって味が変わるように、年によって成分が異なります。ゼラニウムを食べる虫が多く発生した年は虫除け成分が多くなり、虫が少ない年には虫除け成分が少なくなるそうです。面白いですね。では検定に出やすい要チェックポイントです。ゼラニウム精油の原料となる植物の名前はローズゼラニウムです。ゼラニウムの仲間のうち、香りが良いものを匂いゼラニウムと呼びます。風土相関に属します。精油成分が取れるのは葉の部分ですね。精油の抽出方法は水蒸気蒸留法を用います。多年草です。ローズに似たグリーン感のあるフローラルな香りです。では暗記用に出やすいポイントを端的に繰り返します。ゼラニウム精油、原料植物ローズゼラニウム、風露草化、抽出部位は葉、抽出方法は水蒸気蒸留法。多年草、ゼラニウムのうち香りが良いものは匂いゼラニウムとも呼ばれる。ローズ調のグリーン感のあるフローラルな香り。それでは問題です。1問目、ゼラニウムの仮名は何でしょう。答えは風露草化です。
それでは2問目、ゲラニウムの抽出部位は。答えは歯です。検定前は繰り返し聞いて暗記しましょう。検定のテキスト6ページに書かれている内容は出題範囲外です。どれも大切な内容ではありますが、試験対策としては飛ばしても大丈夫です。検定には香りテストがあります。香りテストに対応したキットには17種もの精油が体験できますので、初心者の方におすすめです。購入先は概要欄にリンクを貼っておきますのでご参照ください。検定対策にもなるこの動画はシリーズでお届けしていきます。今ポチッとチャンネル登録をしていただいて、お見逃しのないようしてください。高評価をしてくださると私たちのテンションは上がります。配信頻度も上がると思いますので、よろしくお願いします。それではまた。